始まりました皆様、今回私は PVP オープンサーバーに来ております。お前人ちょっと待って、こういう時はあれだね、アクション手を振る。こんにちは、ふさおです。どうも人おおスカムプレイしてて初めて。これいけるぞ。相手がバッグをテーブルに置いた瞬間に私がスッてパクリ、それを強奪。これいけるぞ。はいハゲてる同士頑張っていこう。めげずにな。お前は2人いるんだろ、私は1人だ。達者でな、また会おう。いやいいじゃない、まだな。やっぱハゲてるやつに悪いやつはいないんだな。お互い通ずるものがちゃんとドア閉めていった。何してんのそれ。持てないんでそろそろちょっと相手も何嘘でしょ。どっから撃たれた今。なんで転覆させてんすか。どうすんの、ここで転覆してサメ来るんじゃない。サメよし、これでいけるんじゃない。よ、どうだおお動いたおおちょっとうおーしゃいや待ている人いるいけるこれはいけるぞ。湖がないですね。まあ池ですね。お待ってあれ拠点じゃない。あしかも車2台止まってる。お拠点だよ多分。ちょい誰かの拠点見つけました私。やばえ、トラクターと車止まってる。最初が肝心。どこだ、ここはどこに落ちるんだ。はいおこれはおもしかしてとりあえず雪山とかじゃないからなんか B4 よっしゃ強運、まさかの強運来ました。散々生活し慣れたこっちの西海岸。うわーしきた、こら私の時代がやってきました。皆さん PVP サーバーワイプダッシュでございます。いくぞー、誰よりも早くこの島に上陸して誰よりも早く。あらぐい大丈夫か。よしこの町は知ってる。散々一人でここをね私はサバイバルしてきたんだ。ラグイオッケー始まりました皆様、今回私は PVP オープンサーバーに来ております。いやーついに始まりました皆様、どうも。この島にのね、おそらくこのサーバーの定員人数が60人で、まあワイプダッシュ何人がしてるかわかんないんですけども、もうただでさえ難易度が高いこのスカムというゲーム、さらなる難易度を求めこの度 PVP サーバーに参加させていただきました。ありがとうございます。それでは今期も頑張ってサバイバルやっていきましょう。いやもう本当にもう今同じ場所にリスポーンした人がいたならば敵ですから、めっちゃ怖いですよね。急に怖さが増してるというか、何ていうんですかね、恐怖感を感じてるんですよ。だからちょっととりあえずダッシュね。これね PVP のサーバーってやっぱワイプダッシュって結構重要で、まあワイプってリセットの日なんですけど、まあスタートしたりねオープンする日なんですけど、その日結構重要なんですよ。で初期の段階で何ていうかね、まあ多分このゲームどうなるか分かんないんですけど、アイテムを漁ってなくなったりとかしないのかな、するのかな。ちょっとリポップがどのぐらいでアイテムが湧くのか分かんないし、そこら辺もちょっといろいろもうね、もう予想するだけでもたくさん考えることがいっぱいあるんですよ。で今までですね、まあ前シーズン、まあ、シーズン1というのかですかね、前のシーズンまではですねソロの PVE と他のプレイヤーがいない状態、 NPC しかいない状態でサバイバルをずっとやってきたんで、この PVP になるとですね多分ゲームってほとんど180度変わるんですよ、やり方とか攻め方とかが。なんで一応まあベースのソロゲームの段階の時はもう大体まあ勉強させてもらいましたんで、1ヶ月ぐらいかけてね。で今回からですね PVP なんでもう多分拠点構築建築とかってまともにやれてないんですよね PVE の方では。で今回こっちに来てから多分ね、そういった細かいところが重要になってくるって、まあ、クラフト関係もあんまりできてなかったんですけど、その辺もねしっかりやっていかないと生き残れないんじゃないかなっていう、ちょっと恐怖感とですねワクワクと今同時に襲ってきてるんです。まあ、とりあえずですねもう人がいたら敵ですから、もうそこ気をつけなくちゃいけないということですね。今回この参加させていただいているオープンサーバーなんですけども、このサーバー内ではですね、チームは1人もしくは2人だから、ソロデュオ縛りみたいですね。で私チーム組んだことないんでいまいちどういう感じか分かんないんですけど、まあとりあえず3人とか4人とか5人とか10人とかはダメみたいな感じのサーバールールが決まってました。まあね、詳しくは動画の概要欄に Discord の参加のね URL 貼っときますんで、もうスカムを実際プレイしてるよとかこれからやる予定だよっていう方はですね、このサーバー遊びに来てみてください。まあ遊びに来てくださいっていうよりは一緒に戦いましょう。まあ敵同士になりますけどねおそらくはあったらね、勝っちゃったら敵同士になっちゃうんですけど、ね、優しめにお願いします。はい、ということでですね、まあこのサーバーソロもしくはデュオ OK ってことは1人はチームメンバー探せるってことなので、私ねまあこれ絶対ねサバイバルの PVP の鉄則なんですけど、1人より2人、2人より4人、4人より10人っていうのが鉄則。まあ人数が多ければ多いほど絶対的に有利だと思うんですよ。なのでまあ誰か1人見つけたいですよね。見つけたいと思ってるんです私このサーバー内でね。でこのアウトポストショップあったじゃないですか、マップ上に、4か所かな。そこはおそらくセーフゾーンなので攻撃が効かないと思うんですよ。だからそこだったらワンチャン勧誘ができるんじゃないかなと思うんです。やっぱチーム勧誘しないといけないじゃないですか。このゲームですね、ゲーム内チャット、いやゾンビがワープしたラグで怖っ、ちょっと大丈夫、はい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 、あこういうことが起きるんだね、よしよし大丈夫、ワープしないでよゾンビ怖いなじゃあそうそう、でこのゲームなんですけど、一応テキストチャットなるものがあって、グローバルチャットとかねワールド上に全員に表示したりとか、チームチャットとかもチャット機能も一応あるんですけど、一応サーバールールとしてですねチャットは使用しないでくださいと、まあおそらく煽りとかの防止だと思うんですけど、そうなるとあれなんですよね、危ない声かけようがないっていうか、わかります？全然知らないプレイヤーにチャットで勧誘することできないじゃないですか。よかったらうちのチーム一緒に組みませんかとか声がかけれないっていう話なので、ウエストポーチこれ使えるか、さすがに使えないか、ゾンビのやつはやっぱそうですよね。とりあえずバックパックだな。なのでまあジェスチャーとかでうまく伝えていくしかないのかな。まあいきなりチームに誘ったりとかしてチーム入ってくれればいいですよね。そういう感じなんだけど、チームの誘い方とかもいまいちよく分かってないんで、まあそこら辺はもうぶつけか、とりあえずプレイヤーに会うしかないんで、まあ、このセーフゾーン以外でですよ、プレイヤーに会ってしまうと敵対になるんで、まずアイテムかき集めてセーフゾーンを向かいましょう。ポスト到着いたしました。いるかな、人いるかな、他のプレイヤー。怖いです。一応漁ってる時は誰にも会わなかったんですけど、みんなワイプダッシュしてないのかな。サーバーのねログインするところで一応ログイン人数っていうのが見れるんですけど、いや一応来てるわ、40人ぐらいログインしてますね。だけど誰にも会わない。なんで？やっぱマップが広いから40人とか30人いてもそもそも会えないのかな。どうなんだろう。ってことは最初から2人でやらないとだいぶ不利にならないですか。これ大丈夫です？私みんなアウトポスト来ない普通。どうなんだろう。来るよね。どう？やっぱこのゲーム結構お金重要なので、物揃えるにはアウトポストね、物資漁ってアイテム売って、でとりあえず私アサルトバッグまで手に入ったんですけど、漁ってねハイキングバックパックがやっぱ欲しいんで、とりあえず一番先にハイキングバッグを手に入れたい。とりあえず1700円できたのでアサルトバッグ、じゃあハイキングバッグか、ハイキングバックパック買えないかな。どれだったっけ、衣類か、ここか、これのバックパックの、うわ高い、1948円。うわー買えねえなこれ。トレーダーによっても値段違いますね。あいや待てよ、あちょっと待ってね、これバックパック、アサルトバックパック自体を売って、私AP 弾拾ってるんで、これ売ったらどう？これをまず売る。いいね。売って、1990円。これでどう買えるんじゃない？ちょっと待って。ミリタリーのバックパック、ハイキングバックパック。買える！あ、買える。これで、買って、クリック1。買える？売り切れてない。いよー！おっしゃー！このサーバーで一番最速に私はハイキングバックパックを購入したんじゃないでしょうか。どうですか、この大容量。これでアイテムあされますね。もっとアイテムを詰め込めるじゃないですか。だからたくさん売ることができると思うんですよ。よし、アイテムあさって、とりあえず現金作んないとね、話になんないですけど、移動手段自転車とか、いや3795円、高えな。これね、アウトポストから出るときは気をつけた方がいいと思うんですよ。セーフゾーンから出るときに正面から出ると狙われるかもしれないから、こっちからそっと回って裏口からね出て行かないと多分狙われるかもしれないんでね、そこが多分一番気をつけなくちゃいけないんですよね。誰が襲ってくるか分かんないんで、ここは慎重に行動して。もしもし、誰もいないのねえ。普通さ、アウトポスト出待ちしてたりとか、そういうの。誰かいないの？この B4 のアウトポスト、一番初期では人気が出ると思ってたんですよ、私。なんでかというとですね、アウトポストから近くの物資を漁る町までの距離が一番短いんですよ、他のアウトポストと比べると。C2 とか A0 とかめちゃくちゃ遠いんですよね、アウトポストに行くまでが。で、最初だからみんな乗り物ないはずじゃないですか。だから徒歩だと物を売るにしてもめちゃくちゃ距離移動しないといけないから大変だと思うんですよ。で、1往復じゃだとしんどいじゃないですか。で、その街とアウトポストを何往復かすると思うんですけど、このね、私がいる B4、もしくは九州エリアね、 Z2 とかのアウトポストが近いんですよね、街とアウトポストの距離が。だから最短ルートで行こうと思うとそうなんですけど、いないね、誰も。おやおや、みんな何してるんだろう。ログインもしてるっぽいんですけど、やっぱマップが広いからアウトポスト警戒してるのか、今頃クラフトとかしてるのかな、どうなんだろう。最速でアウトポストで物を売るのが一番いいと思うんですけどね。売るぞ。こんだけ売って、所持金が1200円。いや、まだまだだな。この辺も売っちゃって、バックパックもういらないですもんね。よし、どんどん売りましょう。ゾンビですね、人じゃなくて。全然合わないわ。もうこれかれこれ2時間ぐらいプレイしてると思うんですけど、全然合わないし、とりあえずゾンビやって、でも合わないなら合わないで、今がチャンスで。やばい、一発食らっちゃった。まずい、これちょっと気ありで。武器が欲しいんですけど、武器と高いんでまだ買えないんですよね、武器が。で、拾えないし、とりあえず戦って、あれ少しだ、あれこれまずいんじゃない？あ、ちょっと待って、ちょっとスタミナないから今。落ち着いて。あ、やばい、まずい、ちょっと食らいすぎ、すいません、やばい、まずい、ちょっと待って、これで、あ、ちょっと待って、ゾンビ舐めてた、あ、やっべ、これちょっと待って、ちょっと気合いだと、楽勝だと思ってた、危ない、倒したけど、やばいんじゃないこれ。今代謝どう？うわー、やっばー、画面が HP が 33% だから、画面が白黒っぽくなってきてるよ。画面が薄い。一応安定中になりましたけどやばいな、ゾンビちょっと強力だったな。ちょっと武器欲しいですね。いや、舐めてましたわ。いや、もうゾンビは相手じゃなくてプレイヤーが相手だと思ってたぐらいだったんで、なんかやたらラグいな。大丈夫？画面大丈夫？え、すぐカクカク、重いですね。どうした？急にサーバー、おお、びっくりした。お、人、やばい、人、ちょっと待って、こういう時はあれだね、アクション、手を振る。こんにちは、ふさおです。どうも。人いた。うおースカムプレイしてて初めてプレイヤーに会った。あ、もう一人いる。うわ、すごい。あ、なんだろう。あ、屈伸してる。こんにちは、どうも、ふさおです。どうも、元気？うやべ、人いた。ねえみんな、人いた。すげえ。それちょっとみんなあれかな、ワイプダッシュ、私がダッシュしすぎた感じ、でみんなちょっと2時間後ぐらいに来た感じかな。うわー、すごい。ちょっととりあえずアイテム、ローアイテム、これあれですね、この2人チームだな、多分なんかそんな感じの動き方してますよね。まあ、2人同時にアウトポストにいるってことはそういうことでしょうね。わあ、チームも組んでるんだ。あー、勧誘できないですね。じゃあでもまあワンチャンバラバラかもしれないので、声かけるだけチーム誘って、よかったら私と一緒にチーム、よかったらあれどこ行った？